まあちょっと大丈夫ですね。すいません。今日のインタビューでは、決断ということをテーマにちょっとお話をお伺いできればと思ってまして、はい、松井さんのこの今までの野球人生を振り返っていただいて、その一番最大の決断っていうのがポイントとして出てくるのはどんな決断だったですか？節目節目で、ね、はい、ありますけど、ね、例えば中学から高校行く、高校から、ね、プロに行く。でね、プロからジャイアンツから今度は、ね、ヤンキースに行くっていう意味で節目節目でありましたけど、一番大きな決断はジャイアンツからフリーエージェントで、ね、ヤンキースに向かう時だと思いますけどね。うん、それはその、まあ、決断に至るまでのこう悩んだりとか、または即決したのかとか、そういう過程っていうのはどうだったですか？悩みました。ええ、やはりずっとね、いつかはね、メジャーに行きたいっていう気持ちがありましたんで、ただまあジャイアンツでプレーしてる間はね、その気持ちをやっぱり出すことはできないし、ね、自分の気持ちにずっと、まあ、ある意味ね、その蓋をして考えないようにはしてましたけど。まあいざね、そのシーズン終わりました。でフリーエージェントのね、決断をしなくちゃいけない。でするイコール、まあね、ジャイアンツに残るかメジャーリーグに行くかっていう、ね、もうその2択しかなかったですからね。まあ、そこで初めて、まあ、シーズン終わった時に最後ね、ジャイアンツ日本一になってね、シーズン終わったんですけど、でもいずれにしてもやっぱ早く決断しないとね、ジャイアンツにも迷惑かかりますから。そこはもう、そこからはもうすぐ、1日2日ぐらいでね、決断しました。はい、失礼します。よろしくお願いします。ね、小さい時からの夢だったりっていうところで、まあ、後悔したくないっていうところが、まあ、いつも何か迷った時にいつも自分の中で自問自答じゃないですけどもして。僕まあどっちかっていうと買い物とか何ていうんですか、決める時早くてもう迷ったら嫌なんですけど、メニュー選ぶ時とかでもスパッて決めるようにもうそういうところからなんか自分なりにやってて、で今回もまあアメリカ行けるかもしれないっていうのでもう自分ではもう行くってそうやって決めたらそのレールに乗って動いてたので、はい、この野球人生ちょっと振り返っていただいて、はい、野球人生で最大の決断ってどの時でありますか？最大か、おそらく2つですかね。本当に高校を選んだ時とメジャー決断した時が最大だったと思います。はい、まず高校を選んだ時の決断というのは、はい、どういう決断だったんですか？もう自分がプロ野球選手になるために自分がどの高校に行くべきかっていう決断だったので。僕が中学生の時は親にほぼ相談せずに自分でもうここに行くっていうふうに決めたので、もうそういう意味では初めてですかね、自分の意思でここに行きたいっていう決断をして、自分がプロ野球選手になるために PL 学園に行けばなれるんじゃないかなっていうふうに一番の近道だと思ったので、それが最初の大きな決断だったかなと思います。どうですか調子？まあ安定やね、安定の変わらずやね。野球人生の一番の最大の決断っていうのは今振り返るとどんな時だったですか？決断か、でもアメリカに行った時になんのかな、メジャーに行った時の決断じゃないかな。後の決断ってないかもわかんないね。それはそのいろんな方に相談とかされたんですか？いや、そこまで相談はしてないと思います。うん、でもその決断も国内で残るのか海外に行くのかってもうどっちかに決断しようと思って当時はね、はいはい、もちろんね後悔したくないっていう思いとあの時言っとけばよかったなって思いたくもなく行くのならもう今しか行けないんじゃないかっていうところも含めて、うん、でねメジャーに挑戦したいなって思って、うん、まあそこは決断したんですけど、うん、この周囲の反応の大きさっていうのはどう受け止められていましたか？十分予想できましたね。それはね、もしそういう決断をすればね、そこにその怖さというかこうためらう部分っていうのはもうなかったですか？それが大きかったら多分その決断できなかったでしょうね。自分の中ではやはりジャイアンツやっぱり私をねジャイアンツの松井を応援してくださったファンの方に対する申し訳なさ、ね、またジャイアンツに対する申し訳なさ、チームメイトを残してね、自分が抜けるっていうね、申し訳なさはずっとありましたね。だからそれはあるだろうなっていうことで、その時点では大きかったです。やっぱりそのご自身の権利だけど申し訳なさっていうのはやっぱりあるものなんですね。